グラスホッパーという曲やりますんで、楽しんでってください。1曲目は、プロパガンダの歌を歌ったメリーゴーランドという歌です。ワン、ツー、スリー、フォします。次はですね、中学生の頃悩み多かった時の、歌で、夕焼けの土手を全速力で走ったんだというのを聞いてください。
どうも。ですね、結構中学生の頃はいろいろ迷ったりしてましてですね、大人になって迷わないかっていうとそういうこともないんですが、だいたい酒飲んでごまかっちゃいますね。次はそういう酒を飲んでごまかしてしまってるような、歌なんですけど、酔いざましという歌を聴いてください。ここのお店は何度か、出させてもらったんですけど、大概はここから、電車でですね、まあ1時間ちょいですけど、柏という、町に住んでましてですね、その辺で歌ったりしております。ですね、もともとここはこの2人がやっていて、ギターが、彼じゃなかったんですが、今回ですね、その前のバンドは1回休止して、で新しくまた、ギター、滝沢瑞具というギターです。
入ってもらってですね、手伝ってくれと。彼とはまた別個のバンドで、ベースを弾いてもらってるんですけど、もともとギタリストで、もう30何年前から知ってるんですけどね、今回初めてね、やります。久保田俊明。彼はですね、レザースというロックバンドで、ドラムを叩いてます。あとですね、エゴッタマンブルグループとかですね、いくつかのバンドでね、こうシムシムバーベキューも結構忙しいんですね。久保田はここの年間パスを持ってるんで、いくら飲んでも大丈夫だっていうのを持ってますからね。もうほとんどね、半年ぐらいで元取ったみたいな。じゃあですね、次はですね、もう生まれたのがやっぱり、60年代初頭なんですけど、60年代後半からですね、70年代ぐらいにかけてやってたなんか日本のアニメのですね、エンディングテーマみたいなのがすごく好きで、子供の頃、レコードを買って一緒になってたみたいな感じなんですけど、ですね、次はですね、そんな、曲を思い描いて作りました。皆殺しのジャンゴという歌、聴いてください。
ことは何かライブのインフォメーションがあれかな。次はいつだっけ。次はいつだっけ。伊藤ちゃんの方が知ってんじゃないの。いや。あ、3月10日。あ、どこだっけ。高円寺のハイをしたい。ハイだ。高円寺のハイだよ。ハイだ。なんか台湾の地震の。あ、それのあれだ、ベネフィットだ。そうそうそう。にこれではなくて、レゴッタマングループっていうバンドで出ます。よろしかったら。みつくはなんかインフォメーション。4月2日に柏で皆さん柏ってわかります？常磐線の砦の前なんですけど、アビコか。最近ですね、結構いろいろ出てます。柏という町なんですけど、そこでね、やります、僕はですね、この後なんと今年から一人で歌うってことを始めたんで、あの26日の金曜日に新宿のレノアハウスというところに出て、でですね、28日の日曜日にですね、あの柏のねビニールというロックバーで歌を歌います。まあ来ないのは分かってますけれども、とりあえず新年で。じゃあ次はですね、プライムミニスターという曲を聴いてください。
暑いですね。なんかね、ステージの上は。一人でやるにはね、いろいろこう話をしなきゃいけないっていうのをね、諸先輩方がね、言ってたんですけど、どんな話をしていいのかよくわからないですけどね。自分の近況なんか言ったってしょうがないですしね。さっきなんかあのマウンテンマウンテンのボーカルの方は、自営業を始めてお金がないって言ってたんですけど、僕もお金あんまないですね。でもみんなでお金ないって言ってるとちょっとあれだし。次はですね、お金がなくてもいいではないかという感じの歌です。ガラクタ集めて、
like